フィリップ・ウォルター・ホーデンは、イングランド・ストックポート出身のサッカー選手。マンチェスター・シティ・ FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。9歳から、マンチェスター・シティ・ FC の下部組織に所属。2017年7月23日、プレシーズン大会のインターナショナルチャンピオンズカップの、マンチェスター・ユナイテッド・ FC 戦で先発に抜擢されると、ジョゼップ・グアルディオラ監督が絶賛した。 11月22日 UEFA チャンピオンズリーグ第5節のヘイノールト戦で CL デビューを果たした2018年9月25日カラバオカップ3回戦のオックスフォードユナイテッド FC 戦でトップチーム初得点を決めた12月10日マンチェスターシティ FC との契約を2024年まで延長したことが発表された2019年4月21日 第34節のトッテナム戦で、プレミアリーグ初得点を決めた。2021年2月7日、第23節のリバプール戦では、今季公式戦で10得点目となる得点を決めて、勝利に貢献した。4月14日、UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝のセカンド、レグのドルトムント戦では、決勝点を決めて、準決勝進出に貢献した。 2017フィファ U-17 ワールドカップの U-17 イングランド代表に選出されると決勝まで勝ち進んで大会初優勝に貢献した。自身も最優秀選手賞を獲得した。2020年8月 UEFA ネーションズリーグアイスランドデンマーク戦を戦うメンバーとしてフル代表に初招集され6日のアイスランド戦でフル代表デビュー。 しかし、そのアイスランド遠征の際に、メイソン・グリーンウッドと共に女性をホテルに連れ込むというトラブルを起こし、規律違反を犯したとして、グリーンウッドと共に代表から追放処分を受け、自身のツイッターで謝罪する羽目になった。11月に追放から代表復帰を果たして、18日のアイスランド戦でにゴールを挙げて、代表初ゴールを決めた。ありがとうございます。